泊で、はい、すいません、いつもピニー、はい、ありがとうございます。はい、あの、ヤブッチャーでしょ。あ、いいですもん。はい、そうですね、いつもすいません、はい、いいです、すいません、はい、はい、やっとセッティングが終わりました。今日は3月の2日です。まあ、世間では新型コロナウイルスで、まあ、いろんなところで自粛の要請が出てるんですけども、まあ、あまり密閉された空間でもないんで、キャンプ場は結構、人が来てはりますし、子どもさんも結構、まあ、昨日ぐらいから来たはった感じです。まあ、今回は新しくこのカーサイドタープというのを買ったので、それで、タープを張って、テントはもうワンタッチテントという、まあ、今日は簡単な組み合わせで、一回やってみようかなと思いました。まあ、このカーサイドタープはですね、まあ、よくキャンプ場で見かける小川テントのやつと違いまして、非常に安いタイプのものです。まあ、それでも、まあ、結構ポールはしっかりと太いんで、割とまあしっかりした感じはあります。まあ、それから、吸盤、車には片方はこの吸盤をつけて、固定するんですが、まあ、結構しっかりと、吸盤もつきます。こういうふうに、まあ、ウィンドの方でも固定できます。中の方はこういうふうに窓がついておったり、換気のところもついておったりということで、割とまあ安値段の割にはしっかりしたものです。まあ、本来はもう少しその背の高いハイルーフの、まあ、ワンボックスであるとか、軽の、ハイトワゴンっていうんですかね、そういったもので、片方は吸盤で固定すればもう少し高さが出て、まあ、反対側はもう少し低いポールでも、いけますし、そのまま直に置いてもポールなしでも、まあ、いけます。まあ、この方が、まあ、広いスペースが取れますんで、結構タープとしては大きいです。幅は 3.5 ありますので、まあ、結構、余裕あるスペースが取れます。まあ、タープの上にこういうポールがついてるんで、ある意味、まあ、タープがしっかりしますよね。まあ、最初にやるときは、まあ、そんなまあ難しくもないですし、まあ、片側吸盤もしっかり固定されてますんで、
まあ割としっかり風にも大丈夫じゃないかなというふうに思います。はい、巻き割りをしたいと思います。さっき一回、家が持ってきた巻きをこうやって割りましたんですが、ここの笠木にも巻き売ってあるんで、ちょっと買いに行ってきました。種類は3種類ぐらいあって、500円、600円、700円と。500円はなんかのバラのものなんで、600円が杉、それから700円が広葉樹で、まあこれが一番長く、日付は悪いんですが持ちがいいらしいです。で、まあついでに、巻き割り台もあるかと聞いたらあるということで、まあ、ちょっと硬いめの桜の木の、巻き割り台も買いました。これは500円です。もう少し、なんか柔らかいやつは400円かなんかでもあったと思います。ネットで見ると、なんか2000円ぐらいするんで、まあこうやったら結構巻きも安いですし、まあ巻き割り台もあるよということで、なかなかのおすすめじゃないかなと思います。では、割っていきたいと思います。はい、巻きも結構2束あったので、結構あります。この巻き割り台があるとやっぱりしっかりしてるんで、まあ失敗は多いですけども、まあ特に節のある巻きは難しいです。硬いんで難しいですけども、なんとか、割ることができました。はい、夕食も終わって焚き火をしています。今日は3月2日で、まあ今日から、政府の方が各学校への休校の要請があった日です。ですから、まあキャンプ場は結構親子連れの方も何人組か来てはります。まあ普通の平常量なんか多いような気がします。はい、時間はもう8時20分ですね。温度はテント内は 12.3 度、テント外はもう10度切って 9.8 度ぐらいになってきました。まあ焚き火もしてたんですけども、まあだいたい1時間ぐらいで、まあたくさん薪もあったんですけども、もうやめてテント内に入ってきました。で、まあ今回のいろいろ買ったグッ
つの説明もしていきたいと思います。まず一番最初に説明しました、カーサイドタープですけども、設営も簡単で割としっかりしているタープだったんですけども、少し欠点が分かりました。風があるとですね、タープ自体がテントの、ポールのような形で、吊り上げているんですけども、風が結構吹くとですね、逆向くというんですけど、よく傘が、風が吹いた時に、逆さまになるという現象があると思うんですけども、それと同じような形で、逆向きにですね、なってしまうというのが今回、急に風が吹いて2回それがありました、ですから内側にですね、へこむ、タープが倒れるとかそういうことじゃないんですけども、上に盛り上がっているタープが下になるというような現象が2回やってきました。もう少しこの辺は風の対策は必要かなというふうに思います。それから、前回説明して、ある程度評価もしたんですけども、この MP3、MP4 のプレイヤーですね。これ自体はですね、そういう機能が結構あって、いろんな画像とか音楽とかを流すことができるんですけども、特に画像に関しては画面が小さいんで非常に見にくいということで、特に、映画とかそんなんを入れていこうと思うと縦長になってですね、非常に見にくいということがあります。なので、これは今は、もう MP3 の音楽専用ということで、使っています。それで、今、映画とか、YouTube を見るときに、前のスマホがあったので、これが6インチのスマホがあったので、それのマイクロ SD に、入れまして、それで見れば、普通にこういうふうに映画とか、いろんなものが見ることができます。画面もきっちりと横長になってるんで問題なく見ることができました。最初からこれをしとけばよかったんですけど気がつかなくて、違う MP4 プレイヤーを買ったんですが、あんまり必要なかったと思います。ですからスマホが、これと近い MP4 プレイヤーも売ってるんですけども、古いスマホを持っておるんでしたら、予備のバッテリーをつなぎながら、見るのもいいかなというふうに思います。それから、前回はヒーターアタッチメントで、暖房をしているのを、動画に上げたんですが、今回はこのカセットをガスのストーブを小さいのを買いました。家にも岩谷の屋内用があるんですが、こちらの方がコンパクトなので、このカセットガスストーブを買いました。ネットで見るともう少し小さいものがあるかと思うんですが、こちらの方がたくさんの YouTube で出してはるところも多かったのでこちらを買いました。
まあよく動画でなかなか火がつかないというのがまあ書いてあるんですけど、ほんの通り1回ではなかなかつかないです。まあ、岩谷なしでもだいたい2回ぐらいしないと火がつかないので、まあもし火がつかないときはまあ ライターで点火するというふうにしていけばいいんじゃないかなと思います。まあこちらの方がよりまあ、前のアタッチメントヒーターよりも、まあ、カセットガスなんで、まあ、使いやすいというのがあるんで、まあ、こちらの方がいいんじゃないかなというふうに思います。あったかさももちろん問題なくあったかくなります。まあ、非常にもう暑いぐらいになってきます。まあ、問題は換気なんで、あまりこの換気をしながらやっとかないと一酸化炭素中毒にはいきませんので、あまり長い時間は使用しないようにしたいと思います。まあ、特に今日はあったかいんであまり使う時が少ないかなというふうに思います。